8月、東京である個展が開かれた。展示されているのは、色と形が緻密に描かれた魚の水彩画。これはオビテンスモドキっていうベラの仲間なんですけど、石垣はベラもすごく種類が多くて、これはリーフでスプーンで釣ったんですけど、手にした時すごく本当綺麗で感動した魚ですね。これも石垣島で釣った個体をモデルにしていて、星マダラハゼっていう、日本のハゼの中でも最も大きくなる部類のハゼなんですけど。描いた男の名は長島雄生。漁夫画家を名乗る長島は、自ら釣り上げた魚を題材に水彩絵の具を使って美しい魚体を描き上げていく。京都大学を卒業後、広告業界でサラリーマンを7年間経験。その後、魚との出会いを求めて水辺を旅する画家として独立した異色の経歴の持ち主だ。そんな男のメインフィールドは、色鮮やかな魚が多く生息する自然豊かな沖縄県石垣島。大きい川もありますし、サンゴ礁ももちろんあるし、地形がすごくバリエーションが豊富だと思うので、その場所場所によって雰囲気の違う魚が見られたりとかするのが魅力だと思いますね。次の個展に向けて石垣島を拠点に制作活動に入る。描きたい魚は釣れるだろうか。過去に描いた魚でも、なんか新しい、その魚にまつわる新しい経験が自分の中にあれば、それをまたその側面で描きたいなって思いますし。釣り人だからこそ目にすることができる魚本来が持つ色、写真に収めてアトリエへと持ち帰り、作品に仕上げていく。石垣島の大自然に魅せられた漁夫画家長島雄生の釣りとアートが一つになったライフスタイルとは。ようこそ大人釣りクラブへ。この番組は、もっと自然へ、もっと人へ、地球と共に、シマノの提供でお送りいたします。個展が終わった後、長島の姿は南国石垣島にあった。今日からしばらく次の展示に向けての作品をちょっと石垣島でする予定です。空港から向かった先は、石垣島の北部にある長島のアトリエ。島内にマンションを借りて長期間滞在できるようにしている。のどかなエリアに立つ 3LDK のマンションにこもって作品の制作に取り組むのだ。部屋の奥には作業場があり、パソコンと画材道具が並べられている。翌朝、夜明け前から長島は釣り場へと向かう。向かったポイントは、石垣島北部を流れる川。生い茂る木々をかき分けて奥へと入っていく。大丈夫ですかね、はい、やっと小さな川に出てきた。今度は
川の中を歩いて進む。魚が集まる河口を目指すのだ。ここは今の川が大浦川っていう川なんで、僕は大浦川と呼んでます。河口から海に出たところですね。ついに河口へとやってきた。早速準備に入る。今回はライトタックルで魚との対話を楽しむことに。使用するルアーは水深が浅いため、表層を探るルアーを選択する。チヌとかあのガーラとかが結構いるときはいるっていう感じなので、安全を確認してからキャスティング。何かがルアーに突進してきたような当たりがあった。すぐに同じポイントにキャストし直して誘いをかける。見切られたようだ。カラーチェンジをしてみる。もう少し奥の岩場周辺を探るため、立ち位置を変えてみることにした。キャストしてリトリーブを開始。今度は出てくるか。魚の気配はあるのだが、さらに岩場に近づく。突然、当たりがあった。ほら、僕にしたらだいぶ大物です。姿を現す魚は、足元まで寄ってきた。一体なんだ。ゴマフエダイですね。姿を現したのは両系のゴマフエダイ。弱らないうちにすぐに写真を撮る。この瞬間こそが作品作りにおける最も大切な工程。この僕この時の色の方が好きなんですよ。今あの白くなったじゃないですか、ちょっとこう泳ごうとして。でまたちょっとこう落ち着くと、こう多分これ興奮色っていうか警戒色なのか、なんかちょっとこう赤くなるんですけど、さっきあの釣りたての時もそうだったけど、海の中で見てももっとこう白いんですよね。一瞬一瞬で変わる魚体の色に心奪われる漁夫画家ならではの感性だ。自然が生み出す色彩美を見逃さない。この辺りがちょっと緑っぽいんですよね、おでこの辺が。それとかもまあ好きなポイントですね。ゴマフエダイっていう名前はこの鱗の縁が全部こうちょっとだけこう後ろの縁の方が色が濃くなってるんで、ちょっとこうあの鱗が点々に見えるんでゴマフエダイっていう名前ですね。これはまあそんな大きくないですけど、僕がやってる釣りの中ではだいぶ大物な方ですね。この目の色が綺麗ですよね。こう目の後ろの縁がちょっと黄色いんですけど、こう目が本当にこう銅色っていうか、体もまあこう赤銅色っていうか赤い銅色ですけど、目が綺麗ですね。魚を弱らせないように水の中で撮影し、
元気なうちにリリースする。長島の作品でも尺度色が見事に描かれていた。なぜ長島は石垣島を拠点にしたのだろうか。こっちにお家持ってる方が海外出張でしばらく家が空くっていう事情があって、でそこにまあ住まないかって誘っていただいて、で最初は2年の期限付きでのつもりで来たんですけど、なんかまあやっぱり自然多いですし、で本当に毎日違う発見があるっていうようなこの土地に、まあ、すごくこうやっぱり魅了されてっていう感じですかね。それでまあ2年の期限付きっていうのをやめて期限なしで住むっていう風に変えました。島に来て初めて釣った魚の思い出は、一番最初の思い出はちょっとまあはっきりしないですけど、ルアー釣りに関して言うと子供の頃に父親にルアーを買ってもらって、でちょっとやってみたけど全然釣れないっていうまんま、そのルアーをずっと持ってたんですよね、その子供の頃に買ってもらったミノを。でそれをこっち引っ越してきて、ちょうどこの向こう側に見え対岸に見えてる港なんですけど、そこの港でそのルアーで初めて魚を釣ったっていうのはすごくいい思い出ですね。ちょっと潮が満ちてきちゃったんで岩のあたりにちょっと行きます。上げ潮になり再び潮が動き始めた。潮が満ちて水深が出てきたので、ポイントとルアーを変えて探ることにした。岩周辺にキャストしてリトリーブを開始。岩陰に魚が潜むと睨んでもう一度キャスト。狙い通りにヒット。これもまたなかなかの引きだ。秒経過。死ぬですね。姿を現したのは南洋チヌだ。南洋チヌのこの大きさは初めて釣りましたね。ここで南クロダイのまあまあ大きいのは前にもあったんですけど、やっぱこの体高が高いことと、そうですね、ここがこれが太いですね。ここの尻びれの極が太い、これがすごく太いっていうことと、あとここから上が 3.5 枚ですね。ここがキチヌと一緒ですね。南クロダイはここが 4.5 枚です。これは南洋チヌらしい、すごい体高高くて、顔も南洋チヌらしい顔ですね。なんかこうスマートじゃないっていうか、こう厚みがあって目の比率が小さめっていうか、いいですね、すごく。体高のある両形の南洋チヌを収めることができた。なんかやっぱりこの顎の太さですかね。なんかこの顔がなんていうかな、顔ですね、なんかやっぱ顔が可愛いっていうか、うん。あとこの背びれの曲も綺麗ですよね。この右パーツと左パーツが交互になってるんで、このこれもタイの仲間らしい感じですよね。この太い細い太い細いになって見えるっていう、この腹びれのグレーもめちゃめちゃ綺麗ですね。このなんていうかマットなグレーっていうか、あんまりこういろんな色使ってない感じが
逆に難しいんちゃいますか。そうですね、うん、色がある方が簡単といえば簡単かも。でもこういう魚は結構光沢、透明感と鱗の透明感と光沢があるんで、あの僕の絵とは相性が比較的いい魚ですね。あとこの尻尾びれのこの下の方がちょっとだけ白いの綺麗ですね。このここがここだけちょっと白くなってる、美しいですね。創作意欲をかきたててくれる美しい南洋チヌだった。よかったですね、このあの滑らかに泳ぐやつが。よかったですね。長島の作品でも光沢のある南洋チヌが見事に表現されていた。石垣島の自然を初めて見た時の感想を聞いてみた。大げさに言うと本当に生きるっていうことがどういうことなのかっていうのに、まあ、影響を受けたぐらいですね。なんか僕東京にいた頃はデザイン系の仕事をしてて、で自分はデザイナーじゃないですけどディレクターをやってて、人のデザインにいい悪いっていう判断をしてここをこう直してくださいっていうようなことを指示する職種だったんですけど、だから東京で例えば電車に乗ってると釣り広告を見た時になんでこのバランスにするかなとか、ここもちょっとこう直したらもっといいのになとか、そういうなんかその何かをよりこうすればより良くなるのにっていうような目線ばっかりだったんですけど、こっち来てあのすぐぐらいの頃に本当ふっと気づいたのは、本当にこう植物ってこうなんていうか直すところがないというか、手直しするところがない。なんかその人間がこう判断する良し悪しとか、うん、人工物、目的があって作ってる人工物とはもう根本的にこう存在として違うというか、こう常にこの瞬間この瞬間を生きてるっていう結果としてのみ今こうあるから、だからなんか僕本当に自分の生き方もその何か目的を持ってそこからこうその目的に向けて逆算して一日一日積み重ねるっていうような生き方じゃなくて、悪く言うと刹那的な行き当たりばったりな、でもだから常に今この瞬間自分がどう生きてるかっていうのを実感できるような生き方にちょっとずつ変わってったっていうのは、それはやっぱりこう植物をはじめとするこう石垣島の自然を見てて影響を受けたからっていうのがあって、だからまあ本当にあのそういう感じで生き方そのものに影響を受けたっていう感じですね。石垣島を拠点に活動する漁夫画家長島雄生のライフスタイルに迫る。魚を求めて島のポイントを釣り歩く。あらかじめ絵に描きたい魚を決めてから釣り場へと向かうのだろうか。無数に点在する釣り場の選び方を聞いてみた。基本的に描きたい魚が先に来るっていうことはあんまりなくて、まあ自分がどういう体験をしてるかっていうことなので、過去に描いた魚でもその魚にまつわる新しい経験が自分の中にあれば、それをまたその側面で描きたいなって思いますし、表現してることっていうのは自分の体験そのものというか、自分の体験を通じて自分のこの目の前の世界に対する認識がどう変わったり、目の前の世界をどう認識してるかっていうことをたまたま魚の絵を通じて自分は表現したいっていう感じですね。地形に変化のある橋のたもとに移動。お、ヒットだ。なんかすごいちっちゃいものが釣れた気がする。増えないですね。姿を現したのはオキフエダイだった。この日は両系の南洋チヌが釣れたので大満足で終了とした。釣りを早めに切り上げた理由はもう一つあった。実はこの日長島は地元の料理店である人物と再会する約束をしていたのだ。
あ、どうも。あ、お久しぶりです、ね。お久しぶりです。お久しぶりです。ありがとうございます。一年ぶりぐらいですかね。そうですね。一年ぶりね。川で偶然会って、はい、一年ぶりですね。はい、お久しぶりです。お久しぶりです。美味しそうな地元の食材を使った料理を前に、久しぶりの再会に話も弾む。西野さんは、石垣で写真家をやってらっしゃる方で、で、僕は本当ね、移住した頃からずっとお世話になってる。なんなら移住前に東京でちょっと会って、そのなんか石垣の話聞いたりとかして、で移住初日にも空港に迎えに来ていただいたりとかしててお世話になってっていうか、なんかもう本当に西野さんの生き方とか、なんかその人間関係の作り方とか、あとやっぱりこう海とか、こう自然に対する見方っていうのが、なんかもう本当に僕が理想としてるものの、そのさらに先にあるっていう感じで、なんかもう西野さんのもう書く文章もすごく好きだし、あのすごい尊敬してる方ですね。漁夫画家長島雄生はどんな人物なのか。僕は東京で、まあ、出版社の編集者に紹介されて長島さんに会って、で、まあ、正直その時はもうなんかこう色白で航空業界にいらっしゃったっていうのを聞いたんですけど、まあ、都会の方だなっていう。で、まあ、お付き合い始まってみると、やっぱり魚の見る感覚、まあ、絵をとか絵を拝見すると、魚のこの部分を美しいと思って描いてるんだとかっていうの分かるんですよ。それは僕との感覚が全く違ってて、その生き物の見方の奥深さとか、あ、もうやっぱりもうそういうところはもう僕、まあ、写真撮るんですけど、やっぱり絵を描く方って写真よりさらに主観が必要だと思うんですよね。そういうところの感性がすごくて、やっぱそういうところは私はすごい尊敬してお付き合いさせてもらってる感じなんです。で、岡田さんは僕が石垣島で釣りするのを初っ端から本当に教えてもらったっていう感じで、だから最初ネットのつながりだったんですけど、それでなんか岡田さんがいろいろ釣りに連れてっていただいて、なんかもう本当に石垣でいろんな魚見れたのは本当最初岡田さんに教えてもらったおかげっていう感じですね。すごいお世話になってる方です。本当最初に石垣来た頃にこう魚の絵いろいろ描けたのは本当に大げさじゃなく小川さんのおかげっていう感じです。もう魚大好き少年です。いやはっきり言って、文章から感じられないぐらい魚大好き少年でした。岡田さんの方がそうだと思うけど、とりあえずあれですね、石垣で個展やってほしいですね。それは本当にやれてないです。切に願います。結構たくさんの魚種書いてらっしゃるんで、ね、その先にあるもの、魚種をもっともっと増やして、それこそ世界の中の魚も書いてもらいたいと思いますし、まあ、ひょっとしたらまだ全然違うねこと考えてらっしゃるかもしれないし、何しろまだ若くていらっしゃるんで、もう可能性はものすごくあって、まあ、本当楽しみですよね。まあ、人気とか大衆性とか全く気にしないで、自分がやりたいことを極めてほしいなと思ってて、なんかその先に本当の長島雄生があるんじゃないかなという。今日も長島は自ら釣り上げた魚の写真を前に、魚が見せる一瞬の輝きを描いている。最後に長島に聞いてみた。漁夫画家とは。表現っていうのはこう自分にとってこう世界がどう見えてるか、自分だけのこの世界がどういうふうに感じられてるかっていうことをこう形にして人に伝えるっていうのが、まあ、表現っていうことだと思うんですけど、僕の場合は魚が好きなんでたまたま魚を描いてますけど、なんかそれは要は魚の絵を通じて僕にとってこう世界がどういうふうに見えてるかっていうことを表現してるっていうことなんですよね。だから魚に限らず
自分じゃないものとどう付き合うかどう向き合うかと僕は絵にしてるつもりです。でたまたま魚が好きだから魚を描いてるだけで、だからこの魚の絵の中に僕はこの自分じゃないもの、人間であれ魚であれ他者と自分がどう向き合ってるかということをここに表現してるつもりでいますね。次回の大人釣りクラブは漁夫画家長島雄生のアトリエライフをお送りします。作品ができるまでを追ってみた。お楽しみに。今回のタックルはこちら。魚の心地よい引きを体感してはいかがだろうか。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球と共に、しまのの提供でお送りいたしました。